選手によるトークバラエティー第3回慎吾の部屋始まりました。もう3回目ですよ。そうですね、はい、あっという間にもう3回来たんでね、僕ももう時がピュッと過ぎたような感じですね。もう楽しく楽しくこうトークさせてもらうんで、まして大阪の選手たちがすごいバラエティーな方がおられるんでね、楽しみ今回もしてます。なんか今日はですね、はい、3回目、はい、関西を代表するあの方に来ていただきました。関西のデカプリオこと中武三四郎選手です。はい、よろしくお願いします。いやもうすごいね、すごいですね。パッと見てあの男前がね、僕はね初めてね、はい、あのちょっと CS で喋ったりするんですけど、はい、実際解説でいろいろ喋らせてもらったりするんですけど、実際初めて初代ですよね。そうですね、あの開催の時に本当に僕もテレビ越しでしか話してるとこ見てなかったんで、はい、なんかねさっきからちょっと楽屋で話したりしてるのってものすごいこう豊かな、はい、こう豊富な、はい、なんかどしっと構えた、いわば僕はこんなん古いけど高倉健のようなね、なんか男らしさがあって優しさがある、レースもなんか男らしいダッシュ力ってことで、ね、堂々とする競争を見せてもらうんでね、じゃあ今日は楽しいですよ、いろんなことが僕は知らない部分探りますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、でもデカプリオっていうだけあってね、やっぱりもうサングラスで登場されてさすがだなって、はい、なんでデカプリオになられたんですか。これは、同期がサングラスかけてよく車運転してて、はい、もうちょっと羨ましかったんですよ、はい、でそれで僕がそのサングラスをその妻の買いに行って、はい、でその時にあったサングラスかけて、でこれどうって聞いたら、サンちゃんこれめちゃめちゃかっこいいでってなって、うん、で僕ほんまにほんまにサンちゃんこれデカプリオみたいに見えるでって言われて、うん、で俺今度買ってまで買ってまでって言って、もうそれからもあのデカプリオというふうにあの言わさせていただいてますね。ああ、いいでしょうね。どっちかというと僕女やったら惚れるパターンやね。惚れなあかんで。いやもうさすがにね、うん、奥さんいるからには、はいね、奥さんおられるんでね、はい、だってそれして頑張る力を源っちゅうんですかね、実は奥さんとね、はい、実際どないやって付き合って競輪選手でないやん幅、はい、僕も選手やったんで、はい、どういうなるそめから始まったの。僕、関西サイクルスポーツセンターの方でアマチュアをやってて、でその時にあの売店で働いてて、その妻が、はい、でその時にあの挨拶はする中だったので、はい、あのおはようございますとかお疲れ様ですとかって挨拶をしてたら、あのいつも通り朝行った時に挨拶をしたら、その話しかけられて、はい、であの今日練習終わったら時間ありますかっていうふうに言われて、で、まあ、売店寄ってくださいというふうに言われたので、でそれでもうあの練習終わって、で売店に行ったらこれ読んでくださいというふうに手紙に渡されて、はい、でもう嬉しいんで、はい、もうありがとうございますって言って、もうすぐ読んだんですか。いや、もうちょっと時間を置いて時間を置いて、ありがとうございますって言ってちょっともうスキップして帰りたいぐらいだったんですけど、はい、もう普通に歩いて、はい、もう普通に帰って、でも車の中で急いで急いで読んで、はい、第一印象どうでした。第一印象、いや本当にすごい綺麗で、まあ、今も本当に綺麗なんですけど、うん、あ綺麗な人やなっていう。あそうです、はい、なんかおしゃれですよね。ツイッターに奥さんの写真上げられてるの。あそう、それまでも見せてもらいますわ。あ、はい、はい、そのぐらいあのおしゃれな方で、おしゃれでした。髪の色がなんか、そうですね、髪の色おしゃれなカラーで、大島さんみたいな。いやおしゃれですね、大島さん。いやいや、おしゃれでね、おしゃれです、はい、おしゃれですね、はい、実際すごいこう、もうパチってした感じの奥さんが。あ、奥さんってね、実際その話で、はい、堂々と、っていうかどっちかだ優しい、こう、ひそやかな、はい、逆に堂々とこう、前に出てくる奥さん出てますやんか、はい、彼女はその時どんなんでした。その時は結構グイグイ来てましたね。あ、そうですか、はい、あ食いつくような食いつくような。あで奥さんからのモーションが気づかったってこと。そうですね、結構モーションもありましたけど、でも本当に僕もすごいいい人というか、すごいその気になってた、うん、いてたので、うん、本当にあの食事って、はい、でしっかりちょっとゆっくり喋ってっていう感じで、ほんとお付き合いしててデートしてて。いやでもあのお付き合いする前にもその何日後かに僕すぐ競輪学校に入ることになってたので、はい、その間はその文通と公衆電話の、うん、1回5分やったか10分やったかなんで、競輪学校で、うん、だからそれであのカード入れて電話番号を押して、はい、で電話してましたね。やり取りですか。やり取りですね。あそれでやっぱり遠距離ですよね。はい、遠距離、遠距離、まあ、1年ですかね。1年です、はい、遠距離以外でそこまでなってくるんです。出てきたらやっぱりそのままもう続いてるってことですね。結婚されてますからね。そうですね、出てきてもそのまま1年間付き合って、はい、それから結婚してですね、愛が変わらず変わら
とですね。ああ素晴らしいですね。いやまあ変わらずもうちょっとやっぱりその子供も生まれたのでもうちょっとやっぱり大きくなっていってますね。ほいでね選手になって今ね子供今生まれてて現に僕らもその経営ばっかりで家を任してたんですよ。はい、だから聞いてたらもう絶えず大奥さんの子供のとそのためのってそんなような会話先されてたんでね、そこらどうなんですかね。やっぱり、奥さんがいてやっぱり、ね、食事もしてくれるし、うんはい、それで、まあ、競輪も家開ける仕事なので、はいまあ、家にいてるときはしっかり、まあ、家族、奥さんとか子供のこともしっかりやってと思って、はいでまあ、本当に競輪はもう自分がもうやりたくてやってることなので、はい、だから本当に行ってる間は何もできない分本当にやってあげようっていう感じ。うん優しさよね。まあどうなんですかね、本当にスポーツ選手からしたらね、本当にやっぱり賛否両論あると思うんですけど、はいまあ、僕は僕の思う形があるので、うん、そういう風にやらせてもらってますね。それをで活力で競輪もどん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 こう頑張れるという源になれる、やっぱりすごいと僕は思いますね。はい、だって奥さんのために競輪をこうより頑張るっていう意味を込めて、なんか入籍の日が結構縁起のいい日っていう風に。そうですね、入籍は令和になった年だったので、はいまあ、令和1年で、で本当にいつ入籍しても入場だったんですけど、はい、どうせやったらもう全部1にしようかって言って、令和1年の11月11日に、はい、出しに行きましたね。すごいですね。一着を取るぞっていう気持ちがね、はいはい。もう夫婦で頑張ってそこで取るという、そういう姿勢がね、もうそれ決めてるっていうのはすごいですね。僕らはそこまで関係なかった。僕らやっぱりね、その点やっぱり、ね、単純なアホですわ。やっぱ彼はそんだけ落ち着いてる頭もあるし、はい、冷静で優しさがあるからできるんですよね。でも次の日慶応閣の全権だったんで、はい、もう日付が変わってすぐにもう出しに行って、うん、朝6時に新幹線とかなんかも乗って慶応閣行って初日行っちゃって取りました。すごいわ。素晴らしい。やばい、聞いたかっただけですから。いや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 、これはなかなかできないんですよ。わたわたしててそんなんやったら俺らも嫌なんですよ、うん、それがやっぱきっちり一着取られたっていうことを今聞いたんでね、やっぱりすごいですわ。やっぱりそのなんていうか持ってますわ。ね、持ってます。ちょっと気負っちゃってね、うん、難しくなったりとかもするかなって、うん、あるんですよ。うっとしなとかあるんですよ。でも次競争やのにとかあるんですよ。もうってこと思うんですよ。これは失敗するんですよ。それもきっちり一着取って維持維持で締めたってことですもんね。いや、ピン7死後やったか、なんか本当にその後はね、ちょっとビヨンってなっちゃったんですけど、それでもその行って出してきて、その初日一着取ってるってことが、はい、僕はすごいと思うんですよ。愛をすごい、愛を競輪に変えるという、うん、そうですね、やっぱり愛は本当にペダル進ませる活力になるんで、大事にしていきたいですね。素晴らしい競輪選手ですね。僕も今まで僕も35年させてもらって、こういうのは初めて聞きましたね。もうわがまま勝手で、もう一途ガーってやってて、あとは家はもう奥さんは奥さんって感じだったんでね、守ってもらうってだけで、そのために頑張らなあかんっていうのは、まだ自分の我を通す感覚で多いんですよ、僕たちはね。それを中竹選手の場合言ったら、愛イコール競輪というのは、こんな競輪選手、僕は楽しみですわ。はい、ありがとうございます。走るたびにこう応援したくなりますね。そうですよ。あかんだ、まだ頑張らなあかん、頑張らなあかん、だったらこう挫折感がなくなるんですよ、うん、自分が調子悪いし凹むんですけど、それが自分のせいじゃないし、家族のためにってまだ踏ん張れるから、だからムラがなくなると僕は思います。素晴らしい考えだと思いますね、僕は。ありがとうございます。素晴らしい選手とお会いできて光栄です ね、 ね、ありがとうございます。はい、素晴らしい選手ですね。ありがたいと思います、はい、そろそろでもちょっと素顔の方も見せていただきたいなと思いまして、うん、サングラスも取っていただいて大丈夫なんで、はい、どんな顔ですかね。男前や、目が優しくて、奥にね、輝きがありますはい、で僕こうお話しさせて、短時間なんですけど、ちょっとスター性のある、僕今まで当たったいろんな人と話したり会話の中でそれを感じますね。スター性がありますよ。やっぱ遺伝子持ってるんで。遺伝子ですか。はい、中田遺伝子があるんで、はい、やっぱりそこだけすごいと思います。楽しみにしてますんで。ありがとうございます。サングラスを取った目が奥さん一番大好きっていうふうに、ね、うね、聞いてて、まあ、結局付き合ったすぐかちょっとした時に、その、まあ、どこが好きみたいな、うん、あ、じゃあ奥さんが友達にどこが好きになったみたいな話を僕がおる前でしてた時に、うん、もう顔って言うて、うん、顔ってなって、僕もその友達もで、いやもうサンちゃんのそのくっきりな一重が好きって言うて、くっきりって逆に言わないですけどやっぱり笑顔が素晴らしいです。どっちかというと厳しい顔するんですね、勝負師は。彼はその極端に明暗を分けるっていうんですか、うん、今やったらほんのつぶらない瞳で目の奥の中で輝きが感じるんですね。勝負師も感じますよね。
はい、素晴らしいですね。僕こういう選手になかなか出会ったことないんで楽しみです。こればっかり言うんだけど楽しみだけどもうやっぱ感動のドキドキしてますね。なんかこの年になって、いや本当になんか優しいながらにもやっぱ競輪選手っていう感じでね、たくましいなって思います、ね、はい、そう思いますよね、どん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 飛躍してね、あの先輩の古性選手いてるので、はい、それと一緒にその選手と走れるように、それを超えれるような選手になっていただきたいですよね、はい、地元と言いますとやっぱりこう大阪、地元大阪の選手なんですけれども、同期がすごい仲いいっていう風にお聞きしてるんです。例えば同期の誰ですかね、はい、同期の、中川くん、はい、仲が良くて、本当に年は結構5つぐらい離れてると思うんですけど、はい、本当にもあの仲良くしてあげてますね。結構彼面白い、ね、そうですね、本当にあのこういうね、本当にカメラの前とかやったら、ね、あのちょっとビビりなんでちょっとうまいこと喋れないんですけど、はい、仲間内やったら結構生きてるんで、はい、なんか自分がずっと自信持ってるので、ね、はい、中川選手は、はい、あと福永選手とかも、そうですね、福永も本当に仲良くて、福永は本当にもうだいぶ年離れてるんですけど、一緒の高校を出た、あ、そうなんですか、はい、なんでその部分もあって結構福永高校生の頃からちょっと喋ったりとかもしてるんで、はい、うん、からまあその福永と同期になってっていうのもちょっとした縁かなと思いますね、はい、いいですね、その3人がみんな個性あるんで、はい、でまたそれと仲いいっていうんですからね、3人が乗り合わせてたらね、そうですね、やっぱり福永は今 S 級 S1 とかで走ってて、もう中釜も本当に来期 S 級で、来来期 S 級で、はい、僕だけちょっとまだ A 級でずっとくすぶってるんで、うん、やっぱりその辺も意識して練習してるんで、はい、3人で S 級で決勝とか乗りたいですね。そうですね、そういうの僕見たいですね、はい、岡崎選手とも何か交流とかってあったりするんですか。そうですね、岡崎智也さんは結構アマチュアの頃、はい、本当に僕はすごいアマチュアちょっと長かったんですけど、うん、その時も本当に練習とか一緒にさせていただいて、はい、やっぱりでここ最近その智也さんにちょっと乗り方とか、はい、本当に踏み方であったりいろんなことを教えてもらって、うん、でそれを意識してやったら、その前回ちょっと欠場しちゃったんですけど、はい、前々回の時に初日それがうまいことを言って初日1着取ることができて、で、まあ、そこからの練習でもすごいその自分の中でもちょっとずつ成長を感じれてるので、本当に智也さんにまたいっぱい聞いて、はい、ちょっとまあ本当に智也さんも自分の、ね、練習もあるんですけど、ちょっと時間差いてちょっと聞かせてもらおうかなと思ってますね、はい、タイプ似てますよね、ダッシュ型で。いや、トモヤさんはすごいダッシュが本当にもう飛び抜けて、僕はもうちょっと地足というか、あのもうちょっと後続距離の方の人間なので。あ、そうなんですか、はい、僕はどっちかというと岡崎選手も中崎選手も見た感じね、すごい出足でこの初動がすごいなと思うんですよ。私もそのイメージがやっぱり、はい、そういう感じなんですけどね。あ、やっぱりトモヤさんとかその中川とか福永とかと一緒に練習したら本当に何やっても置いていかれてしまうので、すごいんやな、みんな手足が。そうですね、ね、それで切磋琢磨して、ね、それでそこで自分がそこでまで一緒に走れるようになればね、特に岡崎選手、そんだけね、はい、大事にしてもらって、はいはい、楽しいんですよね、はい、誰が前行くみたいな感じだったら、ね、そうですね、彼もギリがたいんでね、よく箱回ってる時こう、要はそこをかばう、はい、ね、見てて、すごい性格が出てますよね、いい先輩ですよね。そうですね、はい、いい先輩多いです。そうですね、どん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 その足で大阪の選手が交渉選手を目指して、稲川選手、はい、もう僕も和歌山ですけど、はい、やっぱ隣ですから、はい、楽しみです、はい、ぜひ盛り上がっていってくれたらいいなと思いますね、はい、そしてあの昨日ですね、あの YouTube にご出演いただいた岡崎選手から、はい、はい、一つご質問をいただいておりまして、はい、そちらの方をちょっと VTR で見ていただいてから中竹選手にお話を伺っていきたいなと思うので、一度 VTR をご覧ください。中竹選手、お子様が生まれたということで、子育てで一番大変なことは何ですか。中竹選手からのご質問を見ていただいたんですけれども、子育てでズバリ一番大変なことって何なんですかね。あんまり質問の答えになるかわからないんですけど、はい、大変なような大変じゃないようなやっぱりその本当にあの夜泣きした時に、はい、本当におむつ替えてる途中にやっぱりちょっとおしっこ出たりとか、本当にそのおむつ夜泣きしてベーってなってる時に替えてる途中におしっこバーってかけられても、あ、また出るんだとかって言って押さえたりとかして、でも手びしょびしょになったり、あ、でももう一枚おむつ替えてとか、うん、っていうぐらいの本当によく寝てくれるし、ちゃんと飲んでくれるんで、だから大変というなればやっぱりその夫婦2人きりの時間がちょっと少なくなったので、
ちょっとやっぱりその夫婦間のコミュニケーションもちょっと少なくなってるかなっていうぐらいですかね、うん、子供さんのことでいっぱいでね、そうですね、やっぱり、はい、使いたいとか、だからその点に子育てっていう点だけでは何もないですね、今のところは。じゃあ順調でね、それを感じないっていうんですから、うん、今のオフィスペースかけられたぐらいの感覚しかないってことはすごいですわ、うん、競輪選手という感じ、誰と喋ってんのかなと思いますもんね、どっかのイクメンパパ来ましたね、そうそう、イクメンパパの会社員 の人と話してるみたいな、はい、友ヶ崎のね、すごいよ考え方、僕ら当たり前のね、大島さんだと思うけど、僕も選手やったから分かるんですよ、考えられないんですよ、今会話が、それを感じられないって言ってるぐらいの、逆に僕はすごいんですよ、もう家のことは奥さんに任せてる、そうそう、僕らも競輪頑張って、あと稼いできて、俺は頑張るんやっていうだけで、うん、それで自分がわがまま勝手になってくるんですよ、固められてくるんですよ、変な職人みたいな、はい、ね、そういう感覚たちが競輪選手なんですよ、だから全然中崎選手の場合は違うんでね、それ国ならんって言ってるから夜泣きしててピューってかけてあーとかいうようなこと言ってて、うん、で奥さんとの時間がないっていうくらいですからね、すごいですね、僕が言いましたら家族思いがもう過ぎるぞぐらいに、そう感じますね、うん、はい、素晴らしいですね、では最後にですね、アンサー返しといいますか、まあ、質問をいただいて何か一言コメントで返していただくっていうのがあるんですけれども、門脇選手に何か一言よろしければ。門脇さんは僕も高校生の頃から本当にCSC の方で練習をされててすごいお綺麗で、本当に今もずっとお綺麗なので、やっぱりその選手をしながらそこまでのその美を保てる秘訣を、こう男性ながらちょっと気になるので、はい、教えてもらえたらなと思います。確かにね、すごいお綺麗でした。今も綺麗ですからね、うん、僕ね、仮装のあれでクレオパトラになった時になんと綺麗だと思うね、そういうのをこうオーラが出しますからね、門脇さんはね、はい、今もなおかつ昨日ちょっとおられたんで、はい、お話しさせてもらったものなんかオーラがありますね、おっしゃる通りですわね、はい、本当に綺麗、大阪の選手はいい人がいっぱいだなっていうふうに思うので、思います。アットホームな感じしますね。ね、ノリもすごい皆さんいるからね、はい。そうですね。やっぱ関西人やからね。はい。はい。はい、そんなところでですね、本日は中竹三四郎選手にいろいろお話を伺いました。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、応援してくださってるファンの皆様に一言ありましたらお願いします。今が12月、もうクリスマス前で、今年も1年終わってしまうんですけど、来年も大阪選手、大阪支部の選手みんなで競輪を盛り上げていくので、来年もまた競輪の方を楽しんでいただけるように僕たちも頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。一個言い忘れた。一個言い忘れました。しょうもない、私誕生日一緒なんですよ。あ、そうなんですか。はい、バレンタイン4月14日、僕2月14日結婚記念。本記念日だったの。そう、僕には重要が結婚記念。多分みんななんかあるんですよ。僕も結婚記念見たことある。今重要か。今重要か。結婚記念。これ重なってくるので、なんかすごい。ちょっとびっくりした。まあ、記念、ちょっとした記念日やから合わせるんですかね。そう、合わしがちなんかもしれないですね。まあ、ラブリーな日ですよね。これたまたまなんですよ。たまたまその日しかなかったんですよ。練習とか競争とか。はい。いや、その日以外なかった。2月14日じゃん。それがたまたま僕それが、あ、2月14日のバレンタインってたまたまでしょ。全然知らんの。でも偶然。すごい。だからそこを選んでみたいなんですね。彼みたいに令和に11日とか11日とか11日とか、その違う。たまたまその日じゃなかったんですよ。今日だからなんか一個サプライズ的な話あったらなと思ったらこれだと思って言い忘れたまま終わりました。三上さんのとこの、プリプリホルモンの焼きうどんをいただきます。初めてのこんな食レポなんですごい緊張もするんですけど、こんな場面じゃなかったらすごい美味しそうなんで一気にガツきたいところなんですけど、まずはプリプリしてるホルモンからいただきます。うん、すごい美味しいですね。ホルモンってなんかすごい癖があるイメージもあるんですけど、すごい濃厚で、でもなんかもう濃厚なんですけど、すぐにもう次にちょっと食べたくなりますね。
絶対練習時間。うん、サラダもすごい、キャベツか、キャベツもすごい甘くて、でピーマンと味もあって、ホルモンとピーマンとキャベツとすごい美味しくて、そろそろうどん食べさせていただきたいと思います。うん、どう言葉で表したらいいのかわからないぐらいの美味しさで、ちょっと僕のボキャブラリーのなさが浮き出てしまってるんですけど、すごい美味しいですね。HK クレープさんのバナナチョコをいただきます。すごいスプーンでクレープを食べることが人生で初めてなんで、ちょっと緊張はしますが、いただきます。うん、クリームがすごい軽いんですけど、チョコがチップ系のチョコで歯ごたえも良くて、でチョコレートのソースもかかってるんで、すごいいい甘さが味わいできてますね。バナナもいただきます。うん、バナナもしっかり甘くて、チョコレートの甘さと相まみ合ってすごい美味しいです。では生地の方もいただきます。取られへん。うん、すごいもちもちで、こんな美味しいクレープ初めて食べましたね。これ HK クレープさん初出店らしいんですけど、これは岸和田で次も出してもらいたいぐらいの美味しいクレープです。できれば検車場の方で選手たちみんなにも食べてもらいたいぐらいですね。